今回のゲストはこちらの方です。どうも、リンナガラインフィニティと言いまして、僕が見ての通りカリスマで、それについてきた信者たちです。お願いします。今日は俺が何でも相談乗ってやるから。いいんですか。じゃあまず俺から。どうぞ。最近占いで言われたことを必要以上に気にしちゃうんですけど、こういう時ってどうしたらいいですか？なんだよ、そんなことが。占いで一喜一憂することみんなもあるよな。でもそんなもんに運命だね、だったら俺が決めてやるよ。表が出たらみんな幸せになる、裏が出たら不幸になる。運命なんて相手にすんな。ジョーカー。ありがとうございます。てめえの目だけは光らすとげ。四等会を全力で応援してみた。ということで、今回こちら、はいはい、イオンスタイル名古屋ドーム前に来ております。はい、来ましたよ。すごい、前寄りましたカリスマがね、名古屋にね、こちらで皆さんにやっていただくのは、ファッションコーディネート対決です。ファッションコーディネート対決ですか。今回その PDC で、はいはい、おしゃれにコーディネートしていただきたいと思います。では早速 TBC に、TBC にもう、はい、移動しましょうか。はい、はい、行きましょう。じゃあこちら、はい、TBC に、 TBC さん到着しました。おしゃれなお店だ。すごいね。カジュアルウェアの専門店です。ではまず私の方からおすすめをご紹介します。はい、中野 P。 広いね。でも広いですね。こちらレディーズのオルスタパンツ、はい、オルスタパンツ、オルスタ、オルスタっていうのはオールスタイル、オールスタイルしてオンでもオフでも全てのシーンで使えるパンツ。使いやすそうです。私履いております。あれ、履いちゃってんじゃん。履いてます。収録の時でも使えると。使えます。はい、本当にいつでも。接触冷感、こうひんやりとした着心地で、吸汗速乾、汗が乾きやすい機能性もあります。なるほど。夏でも着やすいですね。はい、でこうすっきりとしたシルエットで綺麗見えするんですけど、ウエストはゴムなので締め付け感もなく楽チンです。こちらこう裾がキュッとしたテーパードパンツと、ちょっと裾が広めのアンクルワイドパンツ、ちょっと形が2種類。すごい、色もいろいろあるんですね。色ね、たくさんありますね。はい、こちらが6色あって、はい、こっちの幅広の方も5色展開してます。すごいあるんですね。かわいい。ということで移動を、移動、はいはい、メンズの方に移動します。はい、メンズもあるんです、オールスタパンツ。出た、オールスタ。出ましたよ、オールスタ。これマジ便利だな。こちらもあの接触冷感と吸汗速乾は搭載してまして、6色選べる、展開してます。うん、色が豊富なのはありがたいね。僕らやっぱ衣装以外あんま着てるとこ見せてないんで。初じゃない、初、はい、本舗初公開になると思うんですけども、期待しております。期待しております。期待しております。期待して、本当してますね。期待してます。楽しみにしてます。ということで、1回戦テーマがあります。はい。四五デキ社会人のオフィスカジュアルコーデ。はあ、四五デキ。ちょっと懸念が1個だけあるんですけど。はい。オフィスでもカジュアルでもないやつだ。それは大丈夫。それは大丈夫。それでも合うってことじゃない？それでも合う。それでもいけるってことですか？はい、でもいけるってことですよね。いやー、仕事的カジュアルか。俺もオフィスで働いたことがない。工場でしか働いたことがないんで、こういうのはちょっと分かんないんですけど、前コピー機のバイトでビルに入ったことがあって、その時にオフィスですごい仕事行きの人見てきたんで、それを思い出してちょっとやろうと。あと坊主っていうその不利な点をどうにか頑張ってやっていきたいと思います。ポロシャツとかいいっすね。俺仕事できてる人のイメージが結構ポロシャツにあるんで。うわ、
俺、こういう人、俺赤坂で見たことあります。こういう服着てる人。オフィスカジュアルですもんね。はい。普段私服は何系なんですか？どんな感じですか？黒が好きだから、黒とか全身黒とかが多いですね。だからセットアップとかも好きだからセットアップ着たりとか、カジュアルがあんまりないかもしれないです、着たこと。いや、ジャケットとか着たらなんかカジュアルになりそうな、オフィスカジュアルになりそうな気がする。こういうのとかも、これもホルスタだ。ホルスタのブラウスだ。ピンクいいかも。かわいい。一旦これ仮で決定で持ち歩きます。これとこれだとどうなんだ。意外とかわいいのかも。いや、いちごすぎる。いちごすぎる。いちごすぎるかも。これですよ。あ、でもね、やっぱ軽いですね。商品としてすごくいい。ちょっと履いてみますかね、これをね。安いですね。僕も10万以下のパンツはまあ、こんな安くていいものがあるとは思わなかったな。どうすか、小沼さん。ちょっと適当になってきてませんか、青沼さん。立ちうまくいってないですね。立ちうまくいってないですね。でもちょっと青沼さんの反応が分かってきたんで、これは多分違う感じはしたんだよね。その青沼さんに合わせなくていいよ。あんまり。こんだけ人取ってきてる人よ。ベテランの人はいっぱいいろんな人見てきて。いや、ファッションのことすっごい知ってる人よ。ファッションのことすっごい知ってる人なの？知ってるよ。めちゃくちゃカジュアル。死後的カジュアルファッションよ。あの、運動靴だよ。けど。いや、ファッションの人じゃないと思うけどな。いっぱい見てきてるからね。どうでしょうか。こんな感じにはなってるんですけど。まあ、あんま軽いっすね、とにかく。でもいいっすね、似合ってはいるし、ぴったりやん。ぴったりですね。これは俺ちょっと勝てるっすね。あ、いける。これで完全見えました。完全に見えましたね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。コーディネート完了ということで。いやー、もうほぼ完璧ですね。では、太鼓さんから。あ、僕から早速。はい。おー、こんな感じです。おー、なるほど。はい、はい、テーマが、テーマ、はい、赤坂の守護デッキ。赤坂の守護デッキ。俺は赤坂で見た人を真似してます。あー、なるほどね。コピー機のバイトしてたの。俺工場でしかバイトしたことないんで、守護デッキの人見たことない。オフィスを見たことなかったんですけど、コピー機の搬入の時にオフィス入るんですよ。その時にこの人仕事できそうだなって人の服装をまるまるイメージしてやった ね。でもこのシャツ、ポロシャツなんですけど、これがやっぱね、ここが一番気に入ってます。なるほど。これはあれ、うん、あれじゃないですか、天才ゴルファーではないですか。ゴルファーではないです。あ、違いますか。あ、すいません。ジャケットがだからなんか優勝したのかなって。いやいや、優勝したらもらえるからね。優勝したらできるやつあるけど。だからそう、優勝帰りかと思って。いや、それ坊主も誤っちゃってる。まあでも、でもいいでしょう。全然悪くないですね。ここでちょっとね、派手めにして、爽やか、春っぽさをね、出して。あ、いや、非常に、はい、非常にいいんじゃないでしょうか。おお、こんな感じです。お、いいですね。テーマあるんですか。そっか、テーマはじゃあ代々木の守護的。代々木でした。はい、土地を言わなきゃいけないんですか。はい、代々木の守護的。たまたまね、土地が、土地を言わなきゃいけないですね。確かに代々木っぽい。これポイントが、あの、これさっきあのおすすめで紹介してもらったオルスターパンツのパンツなんですけど、この上もオルスターを見つけたんですよ。そう、オルスターも聞いてないですよ、中野ピー。すごい動きやすいし、でもこの縦のラインとかでめっちゃオフィスみたいなしっかりした感じのイメージ、まあ、で、これとこれだけだと結構真面目すぎる人に見えるから、
ここにちょっとワンポイワンカラーをいいですポイントで入れました。エナピッピカラーも入れて春も感じれるしね。なんかこうやって歩いて、うん、歩き方もやってくれる。いや、すっごい人気者なんだ、ね、人気者の仕事的だすっごい人気者なんだ。で、あの出社します。あ、なるほどね、はい、素晴らしい。俺最初にテーマ言っとこうかな。黒の衝撃黒の衝撃、黒の衝撃、仕事できるの、うん、やっぱ仕事できる人ってやっぱ黒のイメージある。ちょっとまあまあ見てくれたら、いや見ないとねちょっと分かんない、ね、確かに、ね、ファッションそのものと言われたもん。ファッションと言われたもん僕はですね、こちらですね、これポイントはまずは黒でですね、でこのポイントなんですけども、オルスタパンツオルスタどころじゃないよ今。恐れだ。そうそうそう。で、いいですね、ちょっとやっぱ爽やかな感じ、フレッシュな。フレッシュすぎる。で、それないやん。じゃあ、仕事何ができんのって、どういうところ仕事できんのっていうことですね。ちょっとやばすぎる。仕事できる人の特徴何ですか。荷物多いでしょ。そう、それで、カバンをですね、3つ何でも、じゃあ例えばこれなくしましたってなった時に、いやこっちあるから、いやこれなくしましたってこれあるからっていうのができるっていうのと、ここ横から例えばとんでもない衝撃が来たとするじゃないですか。ここでここのクッション性、さすがさすがこの店舗のクッション性は仕事の人そんな衝撃食らわないよ。横通勤ありますよね皆さん。仕事できる人朝出勤しますよ、はい、電車で満員電車ですよ。こうギューギューってなってるところにこう痛いでしょ自分の肘が。痛いです。これ全部カバーできます。そういうやつじゃないからこれカバーが全部カバーできます。そういうことだったんですね。前からも、はい、前から人が来てもカバーできます。こうできますという感じですかね、はい、僕は判定するのはね、あ、そうじゃないんで、はい、判定するのはね、はい、ちょっとスタッフで相談をしますので、はいはい、ちょっとファッション性とかもね、はい、見てほしいな。ぜひね見てほしい、ファッション性をね。それでは、はい、審査の結果を発表いたします。なるほど、ガチ審査してたから、うん、すごかった、ね、大会議になって、頼むよ。1位はリナビッピさんです。うわー、やったー、イエーイ、1位。いやまあまあ確かに着こなしてる感は嬉しい。うわ結構今ショックだったんですけど、やっぱクッションあったんで全然ない。よかった。物理的なものじゃなかったよ。グッて来たけど心だからグッて来たんですけど、ちょっとこれやっぱあったから、素直におめでとうって言われたもんね。クッションのやつじゃないんだけどな。まあでもすごい、はい、ありがとうございます。どう1位になって、嬉しい。なんか本当に可愛いと思ったやつを選んだから、うん、1位取れたってことはセンスあるってことじゃないですか。確かにね、ありますよ。なんかあるんですか、はい、その皆さんのアンケート結果、はい、何が評価されてるのか。やっぱこの首元、うん、これインナーの出し方がすごく可愛い、うん、なるほど、嬉しい、よかった。3票リナビッピさんに3票入りました。まあちょっと1回教えてほしい。割れた可能性が結構割れてるか。お二人1票ずつ。おー、一番やばい。よっしゃ、よっしゃ、一票入ってるね。俺が一番やばいよ。俺一票入ってるからね。誰？すごいよね。クッションマジで欲しい人いるってことよ。いやーすごい。で2回戦、はい、行きたいと思います。うん、なるほど、はい、2回戦の対決テーマ。うんうん、魅力を引き出せ、心をつかむオフの日コーデ。おー、オフ。
和風の飛行でです。はい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 。で今回は、はい、相方の服をはぁ、コーディネートしていただきたい。無事なるほど、はい、なるほど。誰が誰をみたいな、コーディネートしたい人、したい人を指しましょう。指さしてください。せーの。あ、決まった。決まった。決まりました。僕に任せてください。大丈夫？マジ俺に任せて。俺はカリスマじゃないからね。こんな、こんなん着れないですから。はい、わかります。俺袖なかったら普通にその漁師とかになっちゃうんで。逆に女性のコーディネートしたことあるの？いや、ない、全くないですけど。でもまあリナピッピが着てる服は大体なんとなく系統はわかるから、まあ、私服をね、見てるから僕らもね。私スポーツしてないですやってないのそっち系のファッションでやってないの。スポーツ禁止で、スポーツ禁止でね。休日ですもんね、オフ。はい、オフの日。オフだったら、なんだろう、なんかいつもとちょっと違うイメージの感じにできたらいいなと思うんですけど。レンさんの私服はどんな感じなんですか？私服はまあどうだろう、結構でもなんか衣装っぽい感じの服着てることが多いイメージですね。なんかでも黒になんか黒と赤みたいな服とかのイメージがめっちゃ強いです。なんかいっぱいあるから迷う。男の人の服選ぶことありますか？いや、ないです。初めてかもしれないです。なんかでもメンズを買って着ることとか結構あるんですよ。けど男の人が着るっていう想定では選んだことないですね。からわかんないサイズ感とかも。ちょっとリナピッピにはジーンズで着たいと思うんですけど、どうする？で俺ちょっとセンスないと舐められてるんで、リナピッピで、あんまりリナピッピが着ないもので、あ、いいねって言わせたいんですよ。どうすか？良さそうそう。いいと思いますけど。かっこいいです。信じます。アホラさんのこと。かっこいいじゃないですか。やっぱり普段太鼓が着てないもの、新しいものをなるべく開いてあげたいな、新しい扉を。っていうのはまあプロデュースしてあげたいみたいな感覚ですけど、まあこれはちょっと勝ちに行きたいなっていう、ガチで狙おうかなみたいなあるんで、まあちょっとカリスマたるゆえんをね見せたいと思います。お願いします。2回戦コーディネート、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあちょっと非常に各々なんか良さそうなのが出揃ったんじゃないかなとは思っております、うん、はい、うん、じゃあまずは、はい、レンさんがコーディネートした太鼓さんから、はい、まあ最初言っとくと、テーマ、それ知りたい。テーマは、青沼さんいかがでしょうかなんですけども、カメラマンのね、そうです、さっきバディ組んでたん で、 でさっきのあれもあったからどうなのかなみたいなのもあるのと、でまあ最初言っとくとポイントがあって、あの太鼓は普段、まあ、ちょっとこうストリートっぽい格好じゃないですか、うん、が好きなんですね、だから帽子をかぶってるんですよ、うん、だからちょっと帽子も入れつつ太鼓といつもと違うテイストの感じでまとめてみたんで、ちょっとそれを見てもらおうかなと思います、うん、やっぱりポイントは帽子、やっぱこう似合う帽子、やっぱ似合う気にしろで、ちょっといつもと違う感じ、確かにみたいなので押さえてみまして、青沼さんどうですかっていうのは、あのゴルフ好きだって言うから、青沼さんどうかな、ゴルフすぎるって、えこれで完成したから、はい、ゴルフしか行けなくなった、これで。いや、オフの日、オフの日ゴルフしか行けない格好マジか、俺今日これしか着てれんだけどもっといろいろ着たかったのに。いや、どうかなと思ったんですけど、似合ってはいるかなって感じですけど、似合ってるね、やっぱ帽子どう、はい、帽子がやっぱあった方が良かったです、うん、ほらさっき自分でコーディネートしてたから、はい、帽子いらないと思ったんですね、うん、青沼さんどうですかこれ実際。いいんじゃないですか、それしか言わない、この人これしか言わない、いいじゃないですか、いやいや、いいって言ってんだから青沼さん、これしか
カルクルって言ってね、これなんかさっき、うん、これのズボン の, あのコメントしようかなと思って、うん、できなくて、うん、またマスカーできると思ってないからちょっとこのズボンのね、うん、カルクルってめっちゃいいやつ、これそうなの、あの伸縮性もあってあるね、接触冷感もあるから夏めっちゃ着やすい。どういう時に着やすいのこれ。ゴルフでテーマはじゃあ先いいですか。はい、テーマは、うん、俺だってセンスあるんだぞっていう。ああなるほど。いつもねちょっとねそのセンスない感じだと思われてると思ってるんで、僕がリナピッピが、ね、ちょっと舐められてると舐められてるとこあるから、普段リナピッピが着ない服で、うん、でも着てみたら意外と良かったみたいな。でよくない、いいんじゃないですか、うん、結構これはしお腹閉まって正解なんですか。閉まって正解です。これどういう、これはやっぱそのジーンズでまとめたんですけど、うん、いや普段こういう着てるイメージがないんで、うんうんうん、だからこういうのを着て、うんうん、こういうのも着れるんだぞっていうのを教えてあげたかった、うん、リナピッピの指導ね。でもすごいいい感じじゃないですか、カリスマから。いやいやめちゃくちゃ、うん、めちゃカジュアルな、カジュアルな、うん、こういうの普段着ないじゃん。はい、リナピッピはね結構何でも似合いますから。そんなこと言っちゃおしまいやっぱいいカードを引いてるね。でもね、でもバランスいいですし、はい、すごく素敵な。確かに楽ですね、なんか、うん、では最後リナピッピさんがコーディネートしたデンさん、はい、テーマとかね。あ、テーマは、うん、フルーツ界のカリスマ。あ、フルーツ界のカリスマ、はい、なるほど。フルーツ界のカリスマ、僕はこんな感じですね。はい、この感じでございます。こんな感じです。こんな感じですね。いい感じ。どうですか？どういう、まずこれセットアップなんですけど、うん、ちょっとバナナの茎でできてる、うん、からすごく環境にも優しいやつ。服らしくて、うん、めっちゃ可愛くないですか。いや可愛い、ね、でもめっちゃ似合ってるな、うん、そうで、なんかレイさん多分私服結構黒と か,、うん、なんか黒多いね、あ、色あっても赤と か, そうだ、ね、なんかちょっと強い、強いね、色のイメージだったから、うん、その黄色意外とどうなんだろう、合うのかなって思って、うん、この中を黄色にしてみました、うん、めっちゃいいですね。めっちゃ似合ってる。なんかよりバナナがバナナっぽさ出てる。出て、あ、嬉しいな、好きだからな、バナナ俺は好きだよ、カリスマバナナ。いやでも確かに、うん、こういうセットアップとか着ないんで、うん、なんか意外といけるなっていうのは、うん、どうですか、青沼さんは。いいんじゃないですか誰かにボタンで、うん、そう誰か押されてるんですか、それ 100%。では結果を発表いたします。結果来ましたか。今回は選んだ人の名前を言います、ね、なるほどなるほど、はい、オッケー、よし頼む頼む。相方の服を選んだ一番センスのある人、はい、第1位。いやこれは負けろね。リナピッピ。うわー、やったー。いやー、なるほど。うわー、でも俺もなんか嬉しいな、それは。確か選んでもらったのもあるし、いやってことは僕がボギーってことですか。いや、ゴルフ寄りすぎやゴルフに寄りすぎやボギーと。すみません、僕がボギーで。ボギーだこんなの。いやどっちがなんか何票とか分かったりするんですか。あ、一票一票で。一票これがボギーは。そう、いやいや、それ同じ。これに一票入れた人がいるってこと、はい、いや、それいますよ。いや、だっていいですもん。めっちゃいいもん、うん、そうだろ。これに一票入れた人がいるの。そう、あなただけですよ、変な、なんかおかしい空気にしてるの。そう、一票一票入る、一票一票、これとこれは一緒です。一緒ですか。これとこれが一緒。これとこれはもう一緒です。だから似てますもんね。俺めっちゃ着替えもなかったからずっと待ってたのこれ。
もうこれはもう本当にナビピッチおめでとうですね。いやすごい、ナビピッチ2連勝、2連勝、いやちょっと嬉しい、あすごいわこれは、これはこれはファッション系の仕事が増えるとね、うん、すっごくいろんな服があって、ね、もうに今2つ選んだけど、うん、もっと選びたいなって思いました。あいいですね、いっぱいいい服があった、うん、でも楽しくね本当にできたんで、うん、なんか もし次回あったらね、うん、もう一度だけ参加させていただけたらななんて、うん、もう1着しか着てないんで、そうだね、はい、また違うポロシャツだったり、違 う、ね、はい、違うポロシャツじゃない、違うサンバイザーだったりをちょっと選びたいなと思いますね、はい、